どうもこんにちは、ジンです。ということで第1回目にやったオフ会の模様をこの後流していこうと思うんですけども、まず今回のそのオフ会の模様様子を撮影した理由をちょっと簡単に説明しておきますと、今後オフ会を継続的にやっていこうと思うんですけども、行こうかな、どうしようかな、どんな雰囲気なのかなって迷って応募しないという方が結構いるとは思うので、まあ、こんな感じでやってますよという雰囲気が少しでも伝わればいいかなということで、その動画を回しています。まあ、あとは自分自身の、まあ、こういう人たちと会ったんだよっていうその思い出、後から振り返るという意味も込めて、この動画は回してるんですけども、一応最初の自己紹介タイムですね、この各自の自己紹介タイムの前半30分だけを動画に回しています。で、ほぼ、ノー編集で、アップしようと思います。で、この自己紹介が終わった後はカメラを切って、まあ、自由に話すというスタイルでやったので、まあ、実際は最初の自己紹介よりも、そのカメラを切った後の方が、まあ、結構盛り上がって、場は盛り上がってるんですけども、まあ、なのでちょっとこの前半30分の自己紹介だけ見ると、あれちょっと静かだなというふうに思う人もいらっしゃると思うんですけども、まあ、それはやっぱり最初、皆さんこう初対面なので、まあ、探り探りの雰囲気で始まっているという感じが、感じです。はい。で、今回の、オフ会ですね。まあ、良かったところ、悪かったところ、まあ、それぞれあるんですけども、まず今回やって良かったなと思った点なんですけども、たまたまですけども、まあ、なるべく撮影するので、他の人の音声とか、姿とかを映したくないということで、完全個室を選んだんですよ。これがめちゃめちゃ正解だったなと思いました。完全個室で誰もいないので、まあ、話す内容が結構お金の話になっちゃうんで、周りに人がいると、多分皆さん遠慮して、そこまで話せなかったと思います。なので、これ終わってからも結構皆さん言ってたんですけども、完全個室だったんで、まあ、話しやすくてよかったですというふうに言ってたので、まあ、今後もオフ会は、全て完全個室の店を探そうと思います。ちょっと若干金額的には高くなっちゃうんですけども、まあそれも仕方がないかなというふうに思います。まあこれ本当に完全個室で良かったなと思っています。そしてもう一つが人数の上限を設けたとこですね。今回私も含めてトータル6人という人数でやったんですけども、まあこの6人ぐらいがやっぱり上限かなというふうに思いました。多分7人8人となってくると、まあ誰が誰だか分かんないとか、あんまり話せない人とか、まあ、出てきただろうなと思うので、まあ、人数的にも、この、大体4人から6人ぐらいがいいかなと思ってるんですけども、まあ、今後もその人数ぐらいでやっていこうと思います。そして、もう一つ、思ったよりも、マイクの音声、しっかり撮れてたので、動画にしてみて、声が聞き取りづらいなっていうポイントが多すぎると、まあ、それはそれでちょっと動画としていまいちだったんで、もうちょっとマイクを近くにこう置いとけばよかったなと思うところも節々ではあるんですけども、まあ、全体的に、音声的には、まあ、そんなに悪くなかったかなと思って、まあ、これもちょっと一つの安心かなというふうに思っています。で、次に、悪かったとこですね。反省点、二つほどあります。一つ目が、最初に飲み物頼んだ時に、料理も頼んじゃったんですよ。で、自己紹介30分ぐらいするんですけども、その間に料理がどんどん運び込まれてて、で、やっぱ人がこう自己紹介してる間に、こう、食べるってしづらいじゃないですか。なので、最初は本当に冷めてもいい、そのサラダとか、まあ、そういったものを最低限にしておいて、あったかいものは自己紹介が終わってからというふうにしとけばよかったなというのが反省点ですね。なので次回以降は、この料理を頼むタイミングというのは考えていきたいと思います。で、もう一つが、今回動画を最初しか回してないんですよ。で、最後の、感想ですよね。これを各自1分ぐらい、感想を話してた動画も、まあ、入れといてもよかったかな、というふうにちょっと思いました。はい。ということで、この良かった点、悪かった点も含めて、次は、福岡でやっていこうと思うんですけども、この動画をアップした後、オープンチャット上で、募集をかけようと思います。で、今回は、別に、自分、福岡に住んでるので、何回やってもいいので、特に、応募を締め切るということはせずに、期間だけ決めて、その期間の間に応募していただいた方、すべてと会おうと思います。すべての方と会おうと思います。で、上限、人数制限はあるので、もしその人数制限を超えたら、開催回数を増やそうかなと。もし仮に10人集まったら、5人5人で2回やりますし、
15人集まったら5人5人5人で3回やるみたいな感じで、まあ全員の方に会ってみたいなというふうに思っているので、もし今回のこの雰囲気ですよね、オフ会の雰囲気を見ていただいて、あ、こんな感じだったら自分も参加してもいいかなというふうに思った方は、オープンチャットに参加していただいて、そこのオフ会の募集ルームで募集をかけるので、その応募方法に従って応募していただければと思います。はい、ということで、第1回目、かなり私も緊張しながら、やったんですけども、そのオフ会の模様を、どうぞご覧ください。最初に乾杯だけしてきますか。そうですね、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、じゃあすいません、最初に自分だけということで、めっちゃ緊張してた。ジンと言います。よろしくお願いします。住んでるところは今福岡なんですけども、ちょっと大阪寄ったので、これを今回開かせていただいてますと。で、長く住んでいるところは30年近く東京、神奈川に住んでいたので、まあ、基本標準語という感じになっています。で、去年の夏に、ちょっと会社を辞めて、まあ、年間生活費の25倍が貯まったということで、会社を辞めましたと。で、辞めた理由としては別に会社が嫌だったわけではないんですけど、まあ、残りの人生を自分のために使いたいというその時間の有限性を考え出したみたいな、そんな感じのノリで、まあ、なんとなく辞めちゃったということで、まあ、1年間、細々と生活していると。で、まあ、かといって収入は全くないわけじゃなくて、今回させてもらってる YouTube で若干のお小遣い、まあ、高校生のバイト程度ですけども、まあ、それを稼ぎながら、まあ、なんとか生活しているという感じです。で、あ、そうだ、資産運用のスタイルとしては、インデックスファンドメインの、まあ、よくある、普通 の、 平和な、投資スタイルをやっています。で、今後の目標としては、まあ、健康で、楽しくやっていければいいかなという感じで、生活をしていますという感じです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。何か質疑応答があれば。あ、ま、回っていかないですか。ま、いや、ごめんなさい、最初にやって終わらせましょう、一人一人を。あ、そうです、はい、だから質疑応答この場であれば言っていただければ、なければ次へと感じで、うん、Vlog とか見てると、ああ、そうですよね。そうですよね。じゃあ私はスキップしましょうか。はい。じゃあどうしましょう。女性から行くか、男性から行くか。はい。こちらから。じゃあ、はい、お願いします。はじめまして。はじめまして。かいわれと申します。はい。ですね、私の方は2022年から、まあ、正社員の方を、まあ、卒業して、まあ、いわゆる無職みたいな。2年前からってことですね。はい、はいはいはい。で、まあ、会社は嫌だってわけじゃないんですけど、なんとなくまあいろいろ限界を感じたので、辞めたいなと思い始めたのは2018年ぐらいからですね。で、それからいろいろ自分の生活とか、あの資産か、まあ、よくあるシミュレーションとかあるじゃないですか、そういうのをやってて、まあ、2020年ぐらいにはもう資産運用的にはいけるだろうなと目処はつきました。目処はついてるかどうか分かんないんですけど、一応まあ自分なんとか一人だからなんとかなるだろうなっていうふうになりましたね。で本当はまあそれからもうちょっと時間が経ってから、まあいろいろ辞めた後何しようかとか考えたりとか、あとまあどういうタイミングでまあ辞めるとか会社に言うとか、ゆっくりもうちょっと2021年から1、2年後ぐらいに、まあ、辞めるようにしていこうかなと思ったんですけど、2021年にちょっと、まあ、あんまり言うと顔がネタバレ、身分バレしちゃうかもしれないですけど、ちょっと希望退職の方が年齢制限なしで希望退職の方が募集されたので、思わず心が、行くかなっていいな、いいな、行くぞ、いいな、行くか、とりあえず辞めてからやることないけど、考えてないけど行くかってことで思い切って、もう希望退職が来たんで辞めますっていう、まあ、理由を言いやすい父で、無事にまあ2022年から晴れてっていうか、無職っていう感じになりましたね。
で資産運用の方はまあ仁さんと同じようなほぼインデックス投資メインでやってます。でまあこれからまあ今本当にゆっくりとした生活してるんですけど、まあ、これからもう少し趣味を増やしたりとか、あとまあもうちょっとまあ今ちょっとクラウドワーカーとかいろいろ利用して小遣い稼ぎはしてるんですけど、まあ、もうちょっと何か発信したいことがあればやるかもしれないし、もうやることをねこれから考えていこうかなっていう段階ですね。まあ、簡単ですけど。じゃあかいわれさんとお呼びすればいい。あ、ですかね。僕からじゃあ質問していいですか。その希望退職が。あ、今さ失礼します。ありがとうございます。前菜7週間で、はい、失礼します。真ん中ごめんなさい。失礼します。はい、どうぞ。結構邪魔かもしれないですね。で、どうしようかな。この辺に。あ、違うのがいいか。確かに。ごそごそと来そうな感じ。確かに。ちなみに、じゃあ、その、2年前に、ありがとうございます。希望退職の話が来たってことは、かなり自分の想定した資産よりも上振れして辞めることができたってことですよね。上振れしたこともあるんですけど、はあ、一番の理由は、はあ、もう辞める理由を悪く言えば会社の会社を理由にできる。なるほどなるほど。だから僕は上司にはなんで辞めたいの、心が動いた、なんで辞めたいの、心が動いたっていうことをずっと言ってましたね。へえ、これでもかこれでもかっていう。はい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 。理想的な辞め方ですよね。希望退職で。ありがとうございます。すみません。オッケーです。他の方なんかあれば。まあ答えれればいいんでいいんですけど、クラウドワーカーされてる方なんですけども、どういう仕事をやられてるんですか。そうですね。僕は前職正社員の時はもう現場仕事とか技術職だったんで、いわゆるもうパソコン系のスキル、パソコンで仕事をするようなスキルっていうのはなかったんで、もうプログラムとかそういうの想像されてるんですけど、そういうのはやってなくて、まあ一番長期でやってるのがまあ事務系の仕事とか、あとまあライター系の仕事を単発で取ったりとか、もう本当に小遣い、自分が遊ぶための小遣い稼ぎ程度ですね。じゃあ似てるのかな。なかなか生活費を賄うのは無理だと思う。大変だと思う。そんなに1ヶ月に本当に1万とか2万とかそれぐらいなんですかね。まあばらつきにもよりますけど、まあ、5万、6万結構それぐらいあればいい小遣いにはなりますね。本当に臨時的に使うようなお金はあれば、なんとかなるかなっていう感じですね。逆に それがなくても別になんとかなりますよね、ぶっちゃけ。そうですね。ずっと家にいて散歩して、あとまあサブスク、サブスク、アマプラ見ながらゲームしながらっていう何もしない生活をすれば多分。やることはできるんですけど、それは選んでないってことですもんね、きっと。寂しい。ってことですよね。1年ぐらいやったら寂しい。うん、そうですよね。なんかしないとなって。はい、5、6万あれば、まあ、たまにフラット一泊ぐらいの旅行も行きますし、うん、まあそれでいいかなってところですか。ありがとうございました。神戸から来ましたクワイエットと言います。お願いします。お願いします。でまだお二人と違って普通にサラリーマンしてます、うん、で、まあ、まあそこそこの企業で、まあ、札幌から福岡まで各支店営業所あるようなメーカーの営業で働いてて、で、まあ、会社の命令で、まあ、普通に静岡、名古屋みたいな感じで。燻製ベーコンのシーザーサラダです。あ、ありがとうございます。はい、まあ、しておきますね。はい、何年かに1回は店、はい、8、はい、8みたいな点々としながら各支店営業所で言われた通り仕事してみたいな感じですね。で、お二人と違って資産運用っていうところがもう私今47歳で普通に
25年前に会社入って、入った時に、まあ、当時なんでかなり同調圧力というか、まあ、一人一万なみたいな感じで、まあ、持ち株会入らされてもうこれはもうはい名前書いてみたいな、でそれが25年で、まあ、普通に12、3倍になってると、まあ、まあ当時なんで日経が7、8000円の頃からに普通に積み立てて、でまあそれだけで 4、5 倍にはなってるじゃないですか今で、まあ株価の方も昔の方がまだ経済規模小さくて普通に 2、3 倍にはなってるんで、まあそれだけでまあまあな金額があって、ただこれやめるまで触れないんですよ。いやまあ別に全ての人間関係を無視して下ろして売っちゃえばいいっちゃいいんですけど、そこはまではちょっとできないかなっていうというのが、まあ資産の半分以上がそれみたいな感じで、でとはいえ積み立てNISAとかが始まった 4、5 年前ぐらいからはインデックスちょっとずつ積み立てて、でまあ資産の 25% 25倍の 4% ぐらいはあるんだけど、まあ ほとんどがその日本株高配当みたいな感じになってますね。まだまだ今この 3、4 年慌ててちょっとずつインデックス S&P500 に移してる最中みたいなぐらい、一気には変えれてないで、まあ、多分その仁さんの Vlog 見てて、ちょうど 2、3 年前北海道行かれるとかで会社どうしようって、早期退職あれば辞められるって悩んでらっしゃったのが丸々身に包まれるというか、今47歳なんですが、ほぼその2年前の仁さんの後をちょうどあと追いかけてるみたいな感じで、まあ今日あのオフ会やるということで参加させてもらいました。以上です。クワイエットさんって言うんですか、はい、クワイエットさんの今の話でいくと、僕高配当は高配当でもあんま否定してなくていいと思うんですけど、はい、なぜ高配当からインデックスに変えようと思ってるんですか。まあでもどうですかね、円が信用できない。あ、違う。いや、まだそういう意味ではどうだろう、 10%、15% ぐらいしかドルに移せてないんで、資産のほぼほぼ8割ぐらいは全部まだまだ円なんで、50%、50% ぐらいまでには難しいですね、今でって言ってたらもう160円になっちゃったんで。そうですよね。かといって現金がそんなにあるわけじゃないので、働いてますからね。そうです。なんで、まあ、もし会社が早期募集入ったら真っ先にあげると思います。美味しいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、今日はあの中部地方の方から来ました。中部、はい、中部ですね。ありがとうございます。コテマルと言います。2年前ですかね、去年おととしの夏に会社を退職しまして、まあ、ファイヤーという形ですかねになったんですけども、まあ、会社辞めたきっかけっていうのがあんまり言うと、まあ、見バレする可能性もあるんですけども、あんまり言うと心を病みまして。ああ、そうなんですか。どうぞ話を。心を病んで、まあ、休職とかしたんですね。はい、そのもう、どうしようもなくなって、まあ、うつ病というか、そういうのになって休職しまして、で休職してる間に、まあ、自分の体の症状とか、いや、YouTube とかで見てると、まあ、会社がこんなんだからみたいになってくると会社を辞めた方がいいとか、そういう動画に行き着くんですよね。それで
会社今辞めてどうなんだろうっていう風になってきて、いろいろやってるとライオンの学長さんの動画とかに行って、ああこういう世界があるのかとか思って、まあ、自分の資産とかいろいろ考えてみて、もうちょっとだなっていうのがあって、でそれで、まあ、会社復職したんですけども、まあ、やっぱり会社にいられないっていうこと でよくよく考えたら退職金があればギリギリいけるかなっていう金額だったので、もうこれじゃあ辞めた方がいいかなっていう感じで、まあ一昨年の夏に、辞めて、まあ、ファイヤー生活という形になって、まあ、1年間ぐらい、まあ、全く何もしなかったり、ちょっとあのハローワークの、職業訓練とか受けたりして過ごしまして、まあ、去年の秋ぐらいからちょっと仕事を手伝ってほしいっていうところがありまして、ちょっとまあ本当に一月に30時間ぐらいですかね、週に1日2日ぐらいの程度でバイトしてるという感じです。本当にゆるくやってますね、はい、そんな感じで、まあ、完全ファイヤーではないんですけども、まあ本当にサイドファイヤーという形でやってます。はい、以上になります。質問ですか。はい、コテさんですか、コテ丸さん。どっちでもしか、丸さんかコテさんか。丸さんとか言いやすい。丸さん的にその、はい、仕事を去年し始めたっていうのは、お金が欲しかったのか、お金は違いますね。気持ちと、うん、私は実家なんで、子供部屋おじさんなんですね。そうなると、はい、世間体があるんですよね。あ、それ気にするんですね。いや、親がまだいるんで、はい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 、親が働けって言われちゃうのか。なるほど。し、はい、やっぱり町内会とかがあるじゃないですか。あるんですね、そんな。あります。分かんないです。いや、それは一軒家なんで。あ、そうか。なんで町内会とかに示しがつかないのもあって、まあ。でもただ今リモートっていういい言い訳はあるんですけども、まあたまに週に1遍か2遍ぐらいスーツ着て出てくっていうのが見えれば、うんうんうん、アピールにはなるっていうそういうのもあるんで。それ結構じゃでかいですか。いや結構大きいですよ。いやだって平日とかね、こんないい年したおっさんが散歩してるんですよ。徘徊してるような感じですよ。全然気にしたことない。そうなんですね。マンションだと大丈夫かもしれないですけども、いや散歩してる間に近所の人と会って挨拶したりとかするんで。そうか、近所の自然多くいないんで、ね、そもそも。やっぱりそうなると、ちょっと仕事してた方がいいかなっていうのがあって、まあ、そんなに苦にならない仕事なんで、はい。まあそれとあと、まあ仕事しに行ってるっていうか、ちょっと会話しに行ってるようなところもあって、まあそんな感じですかね。ありがとうございます。まあ、資産的にはとりあえずで教育訓練も FP2 級受けたんで、だいたいそういうキャッシュフロー表とかそういうのを自分で作ってみて。あ、これだったら大丈夫だなっていう感じもあるんで、うんうんうん、ただまあ先ほども言われましたけど円安がとか、うんうん、そういうのもあって、あと年金がとか、昨日この前あったじゃないですか、保険料がどうのこうのっていう話題もあったんで、それがなるとまたちょっと変わってくるかなっていうのがあって、まあ毎年いろいろ考えなきゃいけないなっていうのはありますね。はい、私は美穂のベースと申します。大阪から来ました。で一応、まあ男なんですけど、まあ、美穂のさんっていうふうに呼んでもらったらそれで結構ですので、で一応投資は2008年ぐらいからかな、アメリカ不動産投資っていうのがあって、それがもう大コケにこけて約1000万ほど大損してしまったという、そこからちょっともう落ち込んで、でもうそこでは仕方ないことで、でその後にまた50歳の時に難病を患いまして、で手術となんやかんやとかして、でようやく復帰できて、しばらくして、
まあその時はちょっとずっとあの母親のまあ教えでちょっとあの財形貯蓄とかもしときなさいよっていうふうに言われてたんで、ずっと貯金をしながら余ったお金でまあ小遣い稼ぎで、あ、小遣いっていうか小遣いでまあやってたような感じで、でそれがちょっと溜まってたので、で仕事が一応運輸関係なんですけどね、でそこでまあ知り合った、まあ入り込んでるその銀行の方にお願いして、ちょっと資産運用しようかということで、でインデックス投資をやったという感じですよね。でそこからまあずっとインデックス投資が続いているという感じですよね。それと並行してあのその不動産投資で失敗する時って並行で金を買ってたので、それがうまい具合にちょうど膨れ上がってきてて、でまあなんとか取り戻しとちょっと 上乗せっていう感じになって、まあ今続いてるっていう感じです。でまあ運輸関係っていうか交通系の運輸関係なので、まあ労働組合もありので、その労働組合がうまいこと機能してたらいいんですけど、全然良くないということで、まあ年収も だいぶ少ないという感じで、でまあちょっと病んでたという感じですよね。でまあそのじゃあ今はだいぶあの仁さんとほぼ同じぐらいの資産額があるので、もういつも辞めてもいいかなという感じで、そのまあ騙し騙しと今仕事やってる感じですよね。まあそんな感じですよね。ちょっと短いですけど、日本さん的に、うん、あの やめるどうなったら辞めようとかっていうプランとかあるんですか？特にもう来年定年なんで、はい、まあもう60の年からあの年金もらって、で年金と取り崩しでやっていこうかなと思っているので、だから一応あの定年来年まではいていようかなと思って、まあ、1年ですよね、再雇用はせずに。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、うん、でちょっとしたまあ3時間程度のアルバイト、まあ何もしなかったらやっぱり体が余るので、うん、まあボケるのも嫌なんで、まあ3時間程度のアルバイトをしてちょっと過ごそうかなと思ってるんですよ。ああもうジンさんと会いたくて楽しみしてました。またこの後、あ、そうですね、お願いします。じゃあ最後に、はい、あの共にあろうと申します。大阪から来ました。で私はあのちょっとファイヤーの民に会いたくてどんな感じなんかなと思ってあとやっぱりその身近にお金の話ができる人がやっぱりいなくって、そのインデックスがいいんだよとかめっちゃ私語りたいんですけど、そういう話がちょっと何者ってくるようになってくるかちょっと語れないっていうところで、そういう話をバリバリしたいっていうところがやっぱりあります。であの仕事もまだしてまして、まあ、仕事自体はそんなに嫌いではないんだろうなって最近なんとなく思ってはいるんですけれども、だからまあ続けていくのかどうしようかと、最近の課題はどうやって生きていくかっていうのが課題でそう、あの私何が好きでどうしたいんだろうとか、あの本当にどうやって生きていきたいんだろうとか、何にお金を使いたいんだろうとか、そういうことをちょっと日々考えてはいます。であと服が好きなので、ダイエットっていうのが私の中で小学校6年ぐらいからずっと続いててでそのためにあの山登りとか、今は筋トレですね。そう、9年ぐらいしてます。であとあの、まあ、資産運用に関しては基本的にはインデックスが中心ですけど、なんかいろいろちょっと流行りのにも少し乗ってみたくなり、3倍ルールをちょこっと、ちょこっと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 7万ぐらいですよ。あ、かわいいもんすね7万ぐらい。あと、ビットコインも7年か8年ぐらい前にちょこっと、そうで、ソーシャルレンディングっていうのをしたことがあって、あれは良くなくて、あの投資して
待って回収して全部それをインデックスに入れていって、うん、でちょうどそのライオンさんのやつとかにお会いしたのがコロナ前ぐらいで、うん、でコロナ前ぐらいから入れてたのがコロナでこうやって下がって、うん、おーってなりながら励まされて YouTube に頑張るんだって言って頑張って甲斐があったなって最近は思ってます。本当に今年の入ってからの株高がすごくて、ね、そのやっぱ為替の影響もあるし株高のトップになってすごいなっていう話を誰にも語れないっていう語りたいっていう誰にも言えないんですよね、はいはいはい、ふるさと納税ぐらいからしか言えないんですよね周りでは、まあ、会社ではそうです、ね、ですよね。多分周りの人は、うん、私がそんなにお金持ってるって誰一人知らないと思います。話せてないですね。結構食堂と社食で同僚と話すときに、うん、いや今インデックスがいいんだよとか普通に言ってましたけど、でも興味ないから普通にへーって聞き流されるみたいな。で、ニーサを始めたっていう話が出てきて、うんうんうん、はい、やっとかなあかんでっていうのをどこから目線かわからんけどめっちゃ言ってるっていう、うん、世の中の平均っていうか、うん、はい、失礼します。ビスマルクです。全然進んでたり召し上がってくださいませ。はい、失礼します。エビマヨのピザもお持ちします。ありがとうございます。切るとこか始めた。切るどこか、切るとこ、切れてる、切れてない、切るとこ、切るとこ、切れてない。これの切るの苦手。8でいいですか？そうですね、もう8で許してください。はい、いいですか。はい、マスクも置いておきますね。はい、ありがとうございます。私、旅行も好き、うん、なので年末年始は台湾と韓国に一人旅してみたんですけど、台湾ですか？台湾、あ、僕も年末行きます。11月に、うんうんうん、なんか ただ歩いてるだけで YouTube 聞きながら歩いてるから日本と変わらんやんって私は思いながらんですけどでもなんかそれが面白いか、本当に散歩が好きとかいやどうなんだろうとかいろいろ一人で自問自答しながら、意外と自分が何が好きかって分かってないですよね。分かってないですね。最近ジンさんがマインドフルネスにハマってるとかああいうのも私はちょっと好きですね。マインドフルネス、はいはい、楽しくはないか分かんないですけど、うんうん、とにかく なんかやって何か引っかかったらいいかなぐらいなノリですね、うん、本当に、うん、今まで仕事してるからっていう言い訳ができたんですけど、うん、仕事辞めちゃうともうその言い訳もできなくなっちゃうんで、その辞めるにも私本当に辞めたいのかとか、はい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 、どうなんだろうとか、辞めてどうすんだとか、もうちょい厳しい嫌な仕事なら永遠に辞めるけど、今結構楽無理して辞める必要はない気がしますけどね、絶対。まあこれでこんだけもらえるならまあだらだらみたいになっちゃってて、そうですよね。それもよくないっちゃよくないですよね。やめときはなくなっちゃうんですもんね、結局。それ考えると私ちょうどよかったよ。ああ確かに、やめるきっかけになったっていうのは確かに。募集があったら私も入ってたら、はいはいはい、一回本社の人間に早期行って、大将に募れへんかそう、ダメ、そう、自ら行ったそう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 、それは、あれ、アセンとか言ったそこまでもできないなそんな、目つけられますよいや、それすぐやめるぞ、言うからそんなありません、人足らんないよ